皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん。はい、ここ。うん。はい、スタート。今回のコースは、みんな大好きヨッシーサーキットですね。割とガチで、このゲームにおける選ばれやすいコース5本の指に、入ってくると思います。さて今回は久々に、商品レビューのコーナーでも、やっていきますかね。今回は珍しく、まともな商品の紹介ですよ。今回取り上げるものはこちら、じゃじゃん、近所のイオンのトップバリューにあった、ふわもこパジャマみたいなやつ、正式名称は忘れた。そして、横向き寝でも肩が楽な三つ折りマットレス、みたいなやつ、正式名称は忘れた、以上の2点です。まずは、ふわもこパジャマみたいな方ですね。見た目としては、いかにも静電気をためそうな感じをしていて、材質としては、ポリエステル 100% でできているようです。これがまた、あったけんだわ。今まで着ていたパジャマがあまりにも貧弱で、とても今年の冬の寒さにはついていけないような感じだったんですが、このパジャマに変えたら、相当あったかくて、夜にスーッと寝られるようになりましたね。本当にめちゃくちゃあったかくて、寒さを感じません。難点としては、このパジャマを着た状態で少し動くと、暑いとすら感じてしまうということくらいですかね。すっかりお気に入りのパジャマです。そして2点目の商品、なんとかというマットレスですね。このマットレスの一番の特徴は、厚さが12センチもあるということです。異次元の分厚さをしています。今まで使っていたマットレスは、ちゃんと測定したわけではないですが、せいぜい5センチくらいじゃないでしょうか。分厚さが違うと、やっぱり寝心地も違いますね。空中で寝ている感じというか、高さがあると、やっぱり高級感があって、いい感じです。昼間とかにマットレスだけ出してゴロ寝するときは、非常に快適です。というわけで今回は、トップバリューの商品のダイレクトマーケティングをしてみましたよ。興味がある方はぜひ購入して、私とお揃いになろうや。こんなにダイレクトマーケティングをしたんだから、イオンさんわかってるな。トップバリューの案件をくれてもええんやで。黒いトップバリューなら、基本褒められると思いますよ。黄色いトップバリューは知らん。ボロクソにけなすわ。というわけで、1位になれました。よかったよかった。それでは、ご視聴ありがとうございました。